はい、速稼塾の久保でございます。まあね、毎日のように中高生の、女の子が大人の被害に遭っているということでね、今日もお知らせしていきますけども、今日も大阪ですね。大阪、SNS で知り合った中3女子を誘拐容疑、大学生を逮捕ということで、大学生もね、こういうことをしてしまうという、大学で一体何を学びに行ってるんでしょうかということでございますけども、じゃあ記事の方を読んでみましょう。はい、SNS で知り合った大学府内の中学3年の女子生徒15歳を誘拐したとして、府警は20日、東京都府中市の、男子大学生19歳を未成年者誘拐の疑いで19日に逮捕したと発表した。大学生は親に無断で住まわせたことは間違いないが、誘拐したことは納得していないと一部否認しているということなんですけども、これはね、大学生側の言い分もわかるなって気がします。というのが、高校生の方と SNS で知り合ってね、意気投合する中で、うちに来ないかという形で、多分このね、女子高生がね、もしかしてですよ、もしかして中学生か、行ったとしたら、大学生としては、この合意の上で来たんじゃないかなって思いながら、特にね、束縛をしたりとか、その車に連れ込んでどうこうとかね、強制的に連れてきたっていう風な意識は持っていないと思うんですよ。ただ客観的に見ると、中学生の女の子をね、そんなね、勝手に親に許可なく住まわせれば誘拐という疑いかけられるのは、これ仕方がないことでございますし、親の身になったらね、知らないやつがこう自分の娘を持ってってその家にね泊まらしているっていうのは、どういう気持ちがするのかってことはね、19ぐらいになったら想像がつくようなもんだと思うんですけどね。ちょっと記事の方戻ってみますよ。はい、府警によると、大学生は都内の私立大学に通う1年生、女子生徒が未成年と知りながら誘い出し、誘うっていう言葉が誘拐って言葉にちょっと似てますね、なんかね、誘い出し、9月6日から同19日まで2週間も、なかなか包容力があるというか、経済力がある大学生ですね。19日まで誘拐した疑いがある。女子生徒は19日午後、大学生が一人暮らしをしていたマンションで保護された。怪我はないという、保護されたということは、逃げ出して帰ってきたわけでもなくて、そこにいたところを何らかの形でね、誰かがここにいますよって感じで、警察かなんかに引き渡したっていう形ですかね。こう不思議なのはね、これこの記事を読む限りですよ、大学生の子がその普通のね、一人暮らしのマンションに監禁していたような形にはね、なってないんじゃないかなと思うんですよ。人一人をね、監禁するのってむちゃくちゃ大変なんですよ。多分一人で一人を監禁するのは不可能ですよね。というのが、自分が出かけてる間に本当に気が気でないはずなんですよ。それこそね、例えば縛ったりとかね、何かこう手錠をかけたりとかすると、また別の問題が起きてきますしね。多分これ一定の合意があったんではないかなというふうに思ってしまうんですけども、どうなんでしょうか。府警の調べでは、2人は通話アプリを通じて知り合ったという。大学生は家出願望になった、女子生徒に対して、ここは安全などと誘い出したとみられる。なるほど、女の子にも一定のこれ責任はあるかもしれませんけども、ただね、その、家を出たいという、そういうふうな女の子の衝動に対してね、きっちりダメだよと諭す責任があると。で、そういうふうな態度を見せることによって、なんて言いますかね、男性としてね、気に入られると、女の子に気に入られるっていうことの方がいいんじゃないかなと思いますけども、ちょっとね、これはあんまりにもないかなと思いますよね。女子生徒は家での相談をしていて、安全だと言ってくれたので良くないと分かっていたけど、バスで行ったと。あ、自発的にやっぱ行ったんですね。これをね、誘拐というふうにしてはあまりいけないんですけども、ただ客観的に見ると、これはね、これも込みで誘拐なんですよ。心理的に誘拐というね、そういったことに当たるのかなと思いますね。で、記事の最後ですけども、女子生徒の母親が6日、行方不明の届け出を出して、府警が捜査を始めた。防犯カメラから大学生の自宅マンションを特定したということで、きっとこの大学生もね、学校をクビになってしまうかもしれませんし、将来に対して大きな過去を残すんではないかなと思います。ただ、本当にね、これね、女の子もね、こういった男性を当てにしてはいけないと。男性の人生もダメにしますからね。で、男性は女性からこういうふうに言いられると、やっぱ断りにくいですよ。それはね、同じ男性として分かります。女の子に、ね、頼られたら正義の騎士になった気持ちがしますから、正義感からうちは安全だよみたいなことにもね、なりかねませんのでね。だからね、女を利用して
こういったことをするっていうところまではちょっと断定しにくいんですけども、まあそういう部分がね、もし伺えるようでしたら、ぜひね、この男子大学生にも寛大な処置をお願いしたいなとも思うんですけども、でも親の気持ちになったらね、そうはいかないですよね。ということでね、どちらにしてもこんなことをしたらダメですよ、男子大学生。そこでまとめさせていただきます。それでは以上です。